ゆかです。ゆうです。今日はですね、日曜日の朝なんですけど、休日の朝は平日の朝よりもちょっと時間があるので、もうちょっと時間をかけて料理を作れるということで、いつも通り簡単には作れるんですけど、もうちょっと凝った時間のかかる料理を作る、レイジーサンデークッキングというシリーズを始めようと思います。わで、このレイジーサンデークッキングは毎回このみゆちゃんとコラボでやっていきます。よろしくお願いします。そう、みゆちゃんもちょうどこの動画を上げる予定の日に YouTube を始めるので、始めます。ぜひ見てみてください。みゆちゃんはビーガンのフリーランスのモデルをされていて、もうかっこいい、もう私恥ずかしい私普通にファンすぎていつも褒めてくれるの。めっちゃ褒めてる。優しいんですよ、ゆかちゃんは。本心、いや優しいからとかじゃなくて本心好きじゃね、うん、でも本当にかっこいい写真ばっかりで、もう美しいので、ぜひぜひフォローしてみてください。お願いします。もし見てる動画作成とか広告題材とかやってる方、みゆちゃんおすすめご利用ください今日はその起きて、そう、昨日の夜ちょうど泊まってて、本当は裏話をすると、今日9月8日なんですけど、本当は私が NPO 法人の方でグリーンラピッツクラブっていうイベント授業があるんですけど、今日はビーチクリーンをやった後にバーベキューをする予定だったんですね。行く予定だったんですね。でも多分皆さん記憶に新しいと思うんですけど、今週の日曜、台風直撃でして、さっきもちょっと雨降ってたんですけど、うん、だからバーベキュー、ビーチクリーン中止せざるを得なかったので、私は嘆いてみゆちゃん家に泊まりに来て、その次の日もそう、レイジーサンデークッキング食べ方にしました。はいはい、ということで、さっきちょうど起きて準備して食材買ってきたんで紹介したいと思います。とスーパーで今買ってきた食材は、オーガニック豆乳、オーガニックバナナ、マグロミニスケット、これはまあこれは関係ない関係ないあとこのミックスドライフルーツとミックスナッツの詰め合わせみたいなの買ってきました。で、他に使うのがバゲット、メープルシロップ、お砂糖、片栗粉かなかな、うん、これで皆さん何を作るか想像できますでしょうか。そう、今日はですね、フレンチトースト作るんですね。私もビーガンフレンチトーストを作ったことないし、みゆちゃんも初挑戦なんで、うん、うまくいくかわかんないんですけど、まあレイジーサンデーということで、失敗してもどうにかなるでしょうということでやっていきたいと思います。お腹に入れば全部一緒というわけでやっていきますので、皆さんお付き合いください。じゃあ早速作っていきます。 Let's get started! イエイイエイじゃあとりあえずバケット切ってきます。どんくらい、ちょっと分厚め、分厚め、ちゃんと染みないと。そんな、こんくらい、ちょっと厚くない、こんくらい、うん。たんだー、フランスパンめっちゃ久々なんだけど、私さガーリックトーストめっちゃ好きで、あー分かる、オリーブオイルに人参、人参にんにく、人参にんにくすりすりして、はいはいはい、焼いて、でパセリとか美味しそう、めっちゃ好きだった。今度作ろう、今度、次回のレイジーサンデークッキング、ガーリックトーストと豆腐スクランブル、あ、超美味しくない、うん、絶対うまい、やりましょう。トゥトゥルトゥルルルルトゥ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 ルルルルルルトゥ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 ルルルルルルトゥ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 ルルルルトゥトゥ、食べていいから、いいよ、パン頼むねパンだわ。よかった、それで8切れになった。 OK、 今日フレンチトースト8枚分作るんですけど、豆乳を 600cc 使います。 Right? Yup! 3カップ、はい、はい、豆乳入れていきます。じゃーん。で、次に片栗粉を大さじ6入れます。はい、はい、大さじ1、2、あ、適当です。適当です。なんて言ったってレイジーサンデーなんで、みんなそんな頭使いたくない。3、あ、これ頭使ってないわ。し、はい、おー。
ハートもいっぱい。なんかさっきからこぼれてるからちょっと少なめでいくわ、最後。オッケー。で、ここにシナモンを入れます。どれくらい？小さじ2。小さじ2？結構入れんな。じゃあ、これの3分の2ぐらいだから。まあ入れるね。うん。まあでも。でもそんぐらい入ってたら割ともう満足じゃないって感じはある。うん、はい。はい。多分小さじ2分の1、1と2分の1ぐらい今。入れました。そしてこちらを優しく混ぜ合わせます。片栗粉がしっかり、あ、ここに溜まってる溜まってる、うん、最初の方をサッて入れちゃってたから、うん、ちゃんと片栗粉を入れるとき皆さんシャッ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 って入れましょう。シナモンって沈まないんだよね。ねえ、沈まないよね。上を行ってるよね、ずっとね。何かわかんない。 OK。 でさ、ウコンちょっと入れてい いよ。そう、卵感のあの黄色い色出したいんでちょっとタメリック入れます。入れすぎるとこれあのタメイク苦いから、ちょっとだけ、そう、ちょっとそんなに入れたくないから、ビビりながらちょっとずつ入れる。ちょっとこんなもんでいいんじゃないかな。うん、良さそうな色。うん、オッケー。じゃあこれで液ができたので、液にパンを浸していく。いや、しっかり浸したいよね。あの中ふにゃふにゃになってるの好きなんだよね。それな、しっかり浸そう。ゆかちゃん入りきらないよこれ。なんか9切れるけど。ね、8切れ。1切れや。詰めなくていい。これ絶対食べられちゃう。大丈夫か。いけるべ。大丈夫だよな。と今、これに移したので、ここに、先の液を入れていきまーす。まーす。この片栗粉下に溜まりがちなんで、しっかり混ぜてから入れてください。ルーガン。こぼしたね、君。大切な液。大切な液をこぼしたね。ごめんなさい。あ、でもさ、息ちょうどいいぐらいの量。良いね、良いね。良い良い。いや、天才。神。先生、ひたひたしておりますよ。あ、すごい。良い良い良い。私たちは、このフレンチトーストは中までしっかりしっとりして、ね。ね。外カリカリ、中ジューシーなやつが好きなんで、しっかりひたしてます。ひたしております。美味しそうだね。うん。で、そしたら、この後は、あのフライパンに、ココナッツオイルね、して焼くだけです。簡単簡単。焼きますか。焼きますか。もうちょっとひたひたにしますか。もうちょっとひたひたにしましょう。しばらくこれもうつけて多分5分ぐらいだったのかな、うん、じゃあこれで焼いていきます。じゃあフライパンを中火で熱して、オイルをどれくらい、適当、大さじ2ぐらい、いいじゃない。じゃあここにココナッツオイルを大さじ2入れていきたいと思います。1でいけそう。いけそうだね。うん、1にします。1にします。入れてみます。この傍らこちらで冷凍のミックスベリーを。これでいいか。これでベリーソースもちょっと作ります。はい、じゃあ焼いていきたいと思います。オーマイゴーイ。とりあえず2枚で様子見るね。2枚。跳ねております、跳ねております。ベリーをとりあえず温めております。はい、なんかでもね、いけそう。あ、いい感じじゃない。あ、全然その方がいいの。やばい、やばい、美味しそう。やばい、時間だ、これだ。やばい、めちゃうまそうや。見てください、この焼け具合、小麦色よ。やばいね。焼けたやつ、お皿。おー、やばい。はい、じゃあお皿になってます。はい。やばい。お皿になってました。なってました。これから盛り付けします。はい。バナナをとりあえずスライスします。はい。こうやってやると楽だからいいよね。うん、そう、バナナ3分の2ぐらい皮むいて、残りの3分の1の皮を。まな板代わりに。そう。やると洗い物増えないし。ね。適当に乗せてってよろしい？よい。えい。バナナ。はい、バナナ。次、ただ、冷凍のベリーを温めただけのベリーソースをかけます。かけます。いくわよ。はい。やばー。普通にうまそう。おいしそう。はい。やばい。あとは、買ってきたナッツ類をめちゃめちゃ適当に散らします。マカデミアとアーモンドとクルミとカシューナッツ。ね、ですね。あとね、一応ドライフルーツもね、
買ってきたので、ほんの少しだけ散らすぐらいで。やば、いかがでしょうか。最高、美味しそう、うん、完成です。テーブルに移動して食べます。食べます。素晴らしい、かわいい。じゃあここにオーガニックのメープルシロップを。え、私結構かけるよ。いいよ。わー、おいしそう。アップだとこんな感じです。まずみーちゃん天才。よし、じゃあできたのでいただきます。はい、いただきます。いや、マジで美味しい。美味しい。なんかカリカリ感があるね。あ、そう、これ今2枚分しか見せてないんですけど、これ8枚分できるので、8枚分分量のまま作ると4枚できるので、今日2人で食べるのと、みちゃんママとパパの分も、うん、一応作っといたからね。4人分で8人分作ってるんですけど、私さ、普通にビーガンになる前、うん、フレンチトースト好きじゃなかったの。うん、私ちっちゃい頃からママが朝ごはんでフレンチトースト作ってくれてたんだよね。なんかすごい好きだったんだけど、牛乳と卵じゃん、うん、だからまあ普通に作れないから、うん、それこそアイスフリップルの副賞の、うん、あそこのフレンチトーストとかたまに食べて満足してた。うん、いや、めちゃくちゃ美味しい。アイスフリップルのフレンチトーストはめちゃくちゃ美味しい、うん、美味しい。だってさ、でこれ液、豆乳と片栗粉とシナモンだけでしょ。うん、いや美味しい。すごいね、全然できるよね。うん、食べれないと思ってたものがさ、うん、作れると嬉しいね。うん、そう、私ビーガン版のフレンチトーストは好き、くどくないから。うん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 、なんかただフレンチトーストだけじゃなくてさ、うん、こういうナッツとかアクセントになるものを入れるとさ、うん、さらにいいね。あっという間に食べちゃった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、いいね、レイジーサンデー。皆さんのレイジーサンデーにぜひ作ってください。はい。ボウルに液混ぜて、浸して、焼いて、盛るだけなので。超簡単。超簡単。皆さんやってみてください。はい。では。では。今日は。今日は。これで。これで。動画を締めたいと思います。マス。そう、みーちゃんの動画もぜひ見てみてください。お願いします。何の動画あげるの？ What I eat in a day だから、一日に食べたもの動画を Yes 載せてくれるそうです。マスみーちゃんのモデルが食べるもの気になりませんか皆さん？私は気になる。見てください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。